宅建合格パートナーのレトスの小野です。弊社レトスは宅建試験に合格していただくために効率的な勉強の仕方をお伝えしております。効率的な勉強の仕方とは理解学習です。無料の過去問解説、分野別解説を通じて理解学習とはどういったものかをお伝えしてますので、チャンネル登録をしていただき、これ以外の動画もぜひご覧いただければと思います。はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、贈与税の1回目基本的な部分を解説していきたいと思います。まず贈与税っていうのはどういった税金かというと、個人が個人に対して財産を贈与した場合に課される税金なんですね。個人が個人に対して財産を贈与した場合、これが贈与税の対象になってくるんです。ちょっとこちらの表を見ていただきたいんですけども、あげる人、無料でプレゼントする側の人を贈与者と言います。一方でプレゼントをもらう側、財産をもらう側の人を受贈者という言い方をします。で、今お話しした通り、個人から個人に贈与する、これ贈与税の対象ですよね。じゃあ個人から法人にあげる場合どうなるかっていうと、この場合法人税がこの人に課されます。法人に対して法人税が課されます。また法人が個人に対して財産贈与する場合、この場合は贈与税の対象ではなくて、この個人は所得税の対象になってくるんですね。また法人が法人に贈与する、この場合は法人税の対象になるということです。なので贈与税っていうのは個人が個人に対して贈与した場合課される税金なんだというところをまず頭に入れておきましょう。で、この贈与税を払う納税義務者って誰かというと、受贈者、つまり財産をもらった個人、この人ですね。あげた人ではなくてもらった個人、この人が贈与税払わなければいけません。もちろん個人がもらう財産の金額が小さいというのであれば、後々お話ししていくんですけども、贈与税払わなくてもいい場合があります。で、続いて課税主体ですね。誰が贈与税を課すのかというと、これは国です。国税になります。これまで勉強した中で国税何があったか覚えていますでしょうか。まず印紙税ですね。あと登録免許税、所得税、あと今回お話する贈与税。これまで勉強した中で言うと、今回含めて4つの税金が国税です。これすべて頭に入れておきましょう。で、納税方法。これは申告納税になります。これやったことがある方いると思います。例えば親から贈与してもらったとか、財産贈与してもらったってなってくると、贈与税の申告が必要な場合ありますので、申告納税をするということですね。で、これいつやるかっていうと、贈与をしてもらった翌年の2月1日から3月15日までに行います。所得税の確定申告については翌年の2月16日から3月15日までなんですけれども、だいたい所得税の確定申告もやらなければいけない人の場合は一緒にやる場合が多いですね。なので2月16日から3月15日、所得税の確定申告の時期と重複する時期に一緒に行うという場合が多いと思います。で、課税方法ですね。贈与税の課税方法については、相続時精算課税と歴年課税、この2つがあるんですね。で、よく試験に出るのは相続時精算課税の方です。なのでこれについては別の動画で解説していこうと思います。で、こっちの歴年課税ですね。歴年課税について今回簡単にお話しすると、歴年課税っていうのは1月1日から12月31日までにもらった財産、この全額ですね、全額を足し合わせて、そこから基礎控除110万円を差し引くことができます。で、差し引いた結果残った金額、これに税率をかけて贈与税を計算するんですね。で、税率っていうのはその110万円を差し引いた後の金額によって変わってくるんですよ。まあ、細かい税率については覚えなくてもいいです。で、今お伝えをしたこの基礎控除110万円があるので、例えば1月1日から12月31日までに100万円の贈与を例えば親から受けたと
いうのであれば、これ基礎控除110万円を差し引くと0円になるので、まあ贈与税は支払わなくてもいいですよっていう話ですね。そして、相続時精算課税と歴年課税っていうのは、これ選択することができるんですね。つまり、相続時精算課税の方法で計算をするということも OK ですし、また歴年課税で計算するっていうこともできます。これ選択することができます。ただ注意が必要なのは、一度相続時精算課税選んじゃうと、歴年課税にその後もう戻ることはできない。それ以降、歴年課税に戻ることはできないということなんですね。逆は大丈夫なんですよ。ずっと歴年課税を続けていて、で、その後相続時精算課税にすると。こっちに変更することはできるんですけども、一度相続時精算課税選んじゃうと、それ以降は歴年課税にもう戻ることができなくなっちゃう。っていう特徴があるんですね。この点は注意をしておきましょう。で、このあたりはちょっと細かいので、ここまでは、まあ、できれば覚えるぐらいでいいです。まあ、それ以外の部分についてはできればですね、頭に入れていただきたいんで、ぜひ頭に入れておきましょう。このあたりまで勉強する人少ないと思いますんで、もし出たら、ここで差がついてしまいますんで、ぜひ何度か動画見ていただいて復習していただければと思います。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。